はい、小川真彦です。本日はエラの簡単なほぐし方をお伝えしてまいります。エラが張ってくる原因なんですが、それはもうズバリですね、噛んでるからになりますね。噛んでるからになります。はい、寝てる時ですね、歯ぎしりしたりですとか、食いしばりですね、こうギリギリギリってしたりですとか、あとそうですね、起きてる時とかにもこう何かうんって噛んで何かこう頑張ったりですとか、あと噛み締めてる時、無意識レベルでうんって奥歯がこうあってですね、うんって噛んでる方ですね、そういった方はこのエラの原因となる筋肉、咬筋と呼ばれる筋肉がこう張ってくるんですね。常にこの筋肉をこう緊張させている状態になります。もっと言いますと、ここの筋肉を常に筋トレしている状態になります。寝てる時も筋トレ、起きてる時も筋トレですね。そうするとやはりここの筋肉が発達してしまうんですね。はい、ですので使ってる筋肉をほぐせばいいですね。ほぐすといいです。あともっと言いますと、寝てる時ですね、マウスピースとかをつけてあげると噛まなくなるようになる方もいたりですとか、例えばマウスピースつけて噛んでも噛む力が弱まるので、うーんっていう力が弱まるので、エラがこう徐々にもう張ってるのが少なくなったりですとか、そういったことをしてですね、防いでいくこともできます。はい、あと起きてる時は、他の可燃動画でもお伝えしてるんですが、下の位置上につけてですね、歯のスペースをわざとこう開けるんですが、そうしますと日中もこううーんって噛むことが少なくなるので、それもエラを防ぐ大事なポイントになります。関連動画も下に貼っておきますので、こちらもぜひご参考ください。はい、ではですね、エラの簡単なほぐし方、早速参ります。はい、で今回はですね、このここにある咬筋という筋肉をほぐしていく方法になります。はい、まずですね、グーにしていただいて、このですね、この骨の下ですね、頬骨の延長上の下、この箇所にグーにして、この先端を中に入れてきます。はい、先端入れて固まってるところを探して横に動かします。グーッとですね、動かします。で、この時の注意事項は、肌に対してこうてしまうと摩擦になってしまうので、摩擦ではないということですね。摩擦は絶対してはいけないです。ポイントは中の筋肉を捉えてから横に動かすがポイントになっています。この時なんですが、凝り固まってる方ですね、痛いって思う方もいると思います。そういった方の場合、休みながらこう徐々にほぐしていってあげてください。まず1ポイント目ですね。はい、次2ポイント目です。2ポイント目ですね。次フェイスラインですね。グーにしていただいて、この骨のここですね、この上の筋肉に対してアプローチしていきます。1、2ポイント目ですね。ですね、グーッと、こちらも横にしていきます。この時も摩擦は注意していただいて、筋肉捉えて横に動かすっていうのをしてあげてください。はい、では続きまして3ポイント目ですね。3ポイント目になります。3ポイント目はこの真ん中、中間部ですね、をほぐしていきます。こちらもグーにしていただいて、横に、筋肉に密着させてから横に動かすを繰り返してあげます。ここですね。で、この角を使ってもいいんですが、当たる面が点になるので、ちょっと凝ってる方痛いかもしれませんね。こちらも様子見ながら、大丈夫な方は点で当ててこう筋肉捉えて動かすでもいいんですが、痛いという方はちょっと面で当てるといいですね。筋肉捉えて横に動かす、はい、っていうのをしてあげますね。この真ん中のポイントです。1、2、3ポイント目、ちょっと広く固まっている方はしてあげてください。この順番ですると、筋肉が、咬筋がほぐれやすくなってきますね。で、ファンデーション塗った肌にすると、ファンデーションのこの、ものにもよるんですけども、肌に負担かかってしまうものもありますので、できれば肌に何も持ってない状態ですね、メイクオフした状態でしてあげてください。はい、じゃこんな感じですね。こちらの方がなんかスッとしてるの分かりますかね。こちらの方がちょっとこう重い感じですね。こちらの方が軽くてシュッとしてる感じです。こちらはですね、1日3分をですね、ちょっとぜひこまめにしてあげるとよろしいかと思いますので、ぜひこちら続けてあげてください。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。小川デザインについて無料限定動画プレゼントしております。下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらもご参考ください。はい、あとこちらの動画気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、では本日はエラの簡単なほぐし方お伝えしてまいりました。本日もありがとうございます。